2017年1月15日に中野サンプラザで行われた武田千彩奈ライブ2016の2017リリカルコンチェルトがブルーレイ DVD 化。二次元の世界をテーマに理想と空想と幻想の夢物語を詰め込んだサードアルバムリリカルコンチェルトの収録曲を中心に人気曲をたっぷり披露した100分間。アーティストデビュー5周年を迎え、今までで最大曲数のライブを成功させたあやちにライブへの思いや当日の裏話を語ってもらった。あやち、インワンダーランドがライブの裏テーマでした。武田千彩奈ライブ2016の2017リリカルコンチェルトは武田さんにとってどんなライブになりましたか？武田、曲数が多かったという印象が強いです。ニューアルバムリリカルコンチェルトは全曲歌わせていただきました。二次元をテーマにしたアルバムだったので、その世界観を大事にしようと思って、曲順や衣装や舞台のセットについて、私からもいろいろアイデアを出させていただいて。ライブのモチーフは、不思議の国のアリスで、あやち、インワンダーランドが裏テーマになりました。まず、ジャンプ&ダッシュが映像とともに流れて、2曲目のスイーツイズサーカスから武田さんが登場して本格的にライブが始まります。武田、スイーツイズサーカスは夜のサーカスをイメージした曲で、今回のセットリストは夜から朝になり昼になっていく時間経過を意識したんです。私が不思議の世界に入り込んでいって、いろいろな人に出会って冒険してハッピーエンドを迎えるという流れをライブ全体で作りました。最初の衣装も夜ということでコート姿だったんです。紫色のコートでしたね。武田、色もそうなんですけど、衣装は細部までこだわりました。コートはサーカスの不思議な世界に紛れ込んだ感じを出すために左右が違う襟になっていて、それを脱いだらアリスが出てくるという流れでした。それから鳥かごみたいなスカートを履いたりもしています。モンハンの防具みたいな格好笑い、確かに鎧の一部みたいで硬そうでした。あの衣装は取り扱いが大変だったのではないですか？武田、ライブ会場まで運ぶのがまずは大変でした。畳めないのでスカートがすっぽり入る段ボールが必要なんですよね。もちろんそんな大きい段ボールはないから、何個か貼り合わせて作っていただいて、あの衣装は今ポニーキャニオンさんの倉庫で眠ってますが、すごく場所を取ってるんだろうなってかっこ笑い。でも可愛く作っていただいたので、機会があればまた来たいです。衣装はライブの大きな見どころですよね。ステージ上での装着替えもあったりして、おお、すごいと思いました。武田、装着替えは入念なリハをしました。マイクを持たない方の手で服を開いてこうやって脱ぎます。はい、このタイミングで曲が始まりますって指示されながらバタバタと。演出も非常に作り込まれたライブだったので、リハはさぞかし細かかったのだろうなと思います。武田、みんなで頑張りました。でも準備している最中は限られた時間の中で
どれだけいいものを作れるかに必死になっているから、すべてが終わった後で、大変だったねって言い合う感じになります。必死な分、結構気が立っているんですよね。リハの時の私って。些細なことで、ああ、もう、やだやだって言っちゃったり、かっこ笑い。気持ちを抑え込まずに、言いたいことは言ってしまおうと。竹たち、私は言っちゃいますね。腹の内を全部見せたいタイプなので。私はこう思ってるけど、あなたはどうですか？って、その場でちゃんと伝えたいって思うんです。特にライブは、自分が中心になって作っていくものだから、よりしっかり言わないといけないなって。時間が経って振り返ると、言い過ぎたかなって反省する部分も、実はあるんですよね。ファンのみんなは、私のこんな顔は知らないんじゃないかなって思います。かっこ笑い。作り手としての真剣勝負ですからね。竹達さんに気持ちをはっきり伝えてもらった方が、スタッフさんもいいんじゃないかと思います。たち、スタッフの肩を向いて、そんなことないですよね。手を焼いてますよね。かっこ笑い、スタッフ。お互いに、包み隠さずやらせていただいております。かっこ笑い。気心が知れた人たちと作っているということですね。ステージでは、バンドメンバーとの仲の良さも伝わってきました。竹たち、バンドのみんなとは、クリスマス会や新年会に呼んでもらったり、普段からコミュニケーションがあるんです。俊太郎さん、バンマスキーボードの小林俊太郎は、会わない時でも、ふと TV を見ると、他の方の演奏に参加されていて、あれ、俊太郎さんだ。って、びっくりすることが多くて、直接会ったのが久しぶりでも、全くそんな気がしないんです。ベースの伊藤千秋さんは、バックのメンバーとしては好一点でした。たち、チャッキーは新メンバーでした。サバサバした女の子で、私だけでなく俊太郎さん以外のメンバーとは全員、初めましてだったんですけど、すぐに溶け込んでくれました。私も仲良くなれて、すごく嬉しかったです。チャッキーとギターの清水くん、清水光平と私は同い年トリオで、楽しくやらせていただきました。たち、インワンダーランドがライブの裏テーマでした。